皆さんこんにちは。今日は皆さんがおすすめしてくれたナスに向かっております。もうね、3時間ぐらいドライブしててめっちゃ疲れてます。渡さんはさっき渡さんのトイレを探せっていうね、ちょっと壮大なミッションをクリアしたところなんで、だいぶ道も空いてきました。那須の今日は行けたらハイランドパークに行きたいなと思ってるんですけど、なんかワンちゃんも行けるテーマパークらしくて、で夜はまたちょっとスペシャルゲストがジョインしてくれるらしいんですけど、めっちゃギリギリで取った宿と、まあ、考えたプランなんでドタバタ旅ですね。ルパンも一緒に来たよね。ねえルパン出ております。ルパン、はい、はい、はい、こんにちは。なんか昔のちっちゃい遊園地みたいな。はい、はい、ルパン完全に親バカをしてます。なんか可愛いですね。ワンちゃんと一緒に乗れるってよルパン。ここにするとね、画質が落ちる。香りがする。収納めっちゃ。森と木と。
のソースがあまりに美味しいって言ったらレシピくれました。それ味の違いわからないから買わないと。してお酒飲んで寝ました。だいやいやちゃう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 。何何。昨日借りたなんだっけ未来っていう車がたまたま水素カーだったんですけど。たまたまなんだよ。水素カーしか空いてなくて水素カーを借りたんですけど、そしたらまさかの水素を補充できるステーションが栃木に一つしかないっていう事件が起きて。気づいたのがもうあと40キロでガス欠ですっていうタイミングだったんですね。なので諦めてレッカー車に来ていただいて朝車を交換してくるっていう事件がありました。雨です。こんな中レッカー車を探しに行く渡るです。気をつけて。もう一生乗らないね水素カー。申し訳ないけど。いやいや水素カーのせいじゃない。乗りますよ。トヨタさん案件待ってます。そういうとこただちょっと郊外無理ね。ちょっと怖すぎ。郊外には行けないね。東京はねまだいいかもしれないけど。で今日台風が来てるからめっちゃ雨の予定だったんだけど、なんか午後から若干パラついてるぐらいで、まあなんとか行けるぐらいになってきた。いい。こっからですよ旅は。あーちゃちゃちゃ。予約するねこれは。これはしちゃう。美味しい。ふたさん、うわうまこれ。美味しいですね。青蔵さんのパン。大丈夫。なんか小さい地元のお店がいっぱいある感じで可愛いです。粉とスパイスっていうカレーパンのお店なのかな。隣はドーナツのお店です。あ、ポーク食べたかった。ごめん、4つに切る意識が全然なかった。ブルーベリーガーデンに来ました。全然ブルーベリーは見えません。本当はブルーベリー積み放題をやりたかったんですけど、あいにく鍋で来ません。めっちゃドッグフレンドで見て。なんでこんなアップに来るの。屋さんでビール買ってます。結局4本にするんかい。僕好き。時間だね。
ああ、何もしないって疲れる。